お久しぶりです。3、4年ぶりに高尾山に行きました。入り口に行く途中、ドーナツ屋さんができていました。真新しい綺麗な店内で店員さんがテキパキと作業中。もちろん買っていただきます。三角なのは山がモチーフなのかな。お砂糖ジャリジャリのタイプのドーナツでした。予定外でしたが、こういうのが楽しいよね。いよいよ登ります。ルートがいくつかありますが、登りやすいコースを友人が案内してくれました。みんな50代、体力に自信がないので、途中途中何度も休んではおしゃべり。無事頂上に着きました。空気が澄んでお天気が良いので、富士山がとっても綺麗に見えました。下りの途中にも楽しめるスポットがいろいろ。違うコースから降りました。仁王様も天狗。せっかく来たので、一応厄除けの祈願をしたりして、お昼は絶景スポットのお蕎麦屋さんで。たくさん歩いたのでお腹ペコペコです。デザートには天狗焼き。これ黒豆のあんこでめっちゃ美味しいです。お腹いっぱいになったので頑張って下山します。無事下山。帰りに高尾コーヒーさんでお茶をするのも楽しみの一つです。高尾山のふもとから道路一本隔てた場所なので、とっても行きやすいです。くるみとコーヒーのケーキをいただきました。友達はティラミスを食べています。登山に来たのか食べに来たのかという感じですが、罪悪感なく大きいケーキをいただきます。運動したからね。東に近いしっかりした生地でした。前に来た時に食べたレモンタルト、レモンパイかな、も美味しかったです。閉店時間まで喋り倒しました。この日は娘と吉祥寺に来ました。スタート。1階のお店でパンやお菓子を選んで、2階のカフェでいただくこともできます。まずは何があるかよく品定め。美しいパンがいっぱいでワクワクします。カフェ限定メニューも気になるけど、パンとお菓子を選んで食べることにしました。2階に行ってドリンクを頼みます。この時間雨と強風で店内は空いていました。
アルミューダのトースターがあって自分でリベイクできます。やり方も上に書いてありました。ちょっと突っかかってますが、サンドイッチをリベイクします。でちゃんとお水とお水を入れるカップも置いてありました。焼き時間と温度は上に書いてあるので、それに従って焼いていきます。先に娘のクロックムッシュが焼けました。で私のハード系は温度を上げてもう少し長く焼きます。本当はそれぞれ温度が違うので別に焼くのがいいみたいなんですけど、私たちはせっかちなので一緒に焼いちゃいました。お腹ペコペコで待てなかったです。でドリンクを頼んだら小さいパウンドケーキがついてきました。で最近は買ったパンをリベイクできるお店が増えてきて嬉しいです。冷たいままよりリベイクすると美味しさ倍増しますよね。私は豚肉と焼き野菜のサンドとベリーのカヌレを頼みました。かぼちゃやナスを焼いたものがお肉と一緒にサンドされています。歯切れの良いハードパンに焼き野菜の組み合わせが美味しい。で娘のクロックムッシュも味見させてもらいました。カヌレはこのナイフを入れた感じ。中がピンクで可愛いです。で、娘のケーキも味見させてもらいました。このケーキバタークリームでまったりした感じといちごの爽やかさがマッチして美味しかったです。カヌレはカリカリタイプではなく柔らかいタイプでした。食感は好みの問題だから仕方ないと思うんですけど、しっとりだと私の中ではハズレです。味はベリーがしっかり感じられて美味しかったです。その後赤いロゴが可愛いお店でスコーンとマグカップを買いました。パン屋さんに向かう途中気になっていた胡椒餅のお店を発見。雨じゃなければ食べ歩きしたかったです。お久しぶりのエペさん、吉祥寺に来たら必ず寄っちゃうパン屋さんです。買いたいものが多すぎる。でここランチも美味しいのでまた伺いたいです。歩いてエペさん系列のドーナツ屋さんに。いろんなドーナツがたくさん、どれにしようか迷います。ディスプレイの仕方も可愛いですね。でキャラメルクリームの入ったものを選びました。そして本日の最終目的地へ。吉祥寺パルコのサンデーブランチさんで開催されている期間限定のパンドロボーカフェ。時間ぴったりにならないと席に着けないので、それまでグッズを吟味します。一月前のその日にネットで予約するのですが、お昼頃のいい時間はすぐに埋まってしまうので、取れたのは3時45分と、なんとも中途半端な時間でした。買いすぎないようにじっくり見て決めました。
問したのは、私はアイスローズヒップティー、娘は柚子とパインのクリームソーダ。これは、ランチとセットのドリンクです。でお料理はまずいホットドッグと愛しのオムレツフレンチトーストを頼みました。このクッキーのクオリティが高すぎる。でちゃんと美味しかったです。でまずいホットドッグはまずくなくてちゃんと美味しいです。フレンチトーストも美味しかったそうです。実はここで初めてパン泥棒の絵本をちゃんと読んだのですが、まさかそういうからくりだったとは。正体になるほどとなりました。気になる方は読んでみてね。帰宅して戦利品のエペさんのパンとスコーンを並べてみました。お出かけの余韻をしばらく楽しめそうです。